アクイラ・アダルバーティ・イベリア・カタシロワシは、長江高木高かヌは種族に分類される鳥類。スペイン、ポルトガル、モロッコ全長82センチメートル。全身は褐色で、頭部から、頸部は単色。肩は白い。胸部や腹部、翼は黒褐色。お墓には、数本の不明瞭な、肺褐色の不明確な体模様が入る。故障や海岸などの、 水辺近くの森林に生息する。乱獲や家畜の幼獣を食害する害鳥としての駆除などにより生息数が減少した。保護対策が進められたことにより2019年の時点では生息数は増加傾向にある。一方で1989から2004年の267話の死因は送電線への衝突による感電し、狩猟による鉛中毒が多く。 これらの影響が懸念されている。1975年のワシントン条約発行時からワシントン条約付属書会に掲載されている。送電線の減少や鳥類の衝突を防ぐための器具の設置、回収、救治、巣の監視などの保護対策が進められている。ポルトガルでは20年以上繁殖が確認されていなかったが2003年に再導入され2016年の 時点で16箇所で繁殖が確認されている。モロッコの繁殖個体群は20世紀前半に絶滅したが、イベリア半島から飛来した個体が確認されている。1970年における生息数は38ペア。2004年における生息数は約200ペアとされる。2015年における 生息数は485ペアとされ、そのうち469ペアは、スペインの個体群が占める。ありがとうございます。